はい、2021年7月の12日月曜日でございます。本日も映画レビューを上げていきたいと思います。映画のレビューをですね、モータルコンバットとかですね、ゴジラ対コングとか公開しているものをその日にレビューするということを本当は続けたいんですけども、そんなに公開しませんで、好きな映画とそうでもない映画がございますので、もう好きでもね、映画をね、学園ものとかね、そういうものをね、見に行く気にならないので、そこら辺は私パスします。気に入った作品、そうしますとどうしてもね、男っぽいアクション映画が多くなります。隠れたる名作も見たいんですけどもね。この映像は大変綺麗でしょ。奈良の方に走っていく映像でございます。これは元ブログとしてね、と言ったんですけどもね、この日はもう大変天気が良く、そして方向が順光だったのでね、このように空がスカーッとさえ渡りまして綺麗に撮れました。ですからこれをね、ナレーションのバックにとして流させていただいております。本日ご紹介するのは韓流映画の、悪人伝でございます。これはですね、日本のアウトレイジと同様に、もう悪人しか出てきません大変、面白い映画でございます。点数的にはですね、だからガラ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 ガン8点ですね。はい、どこら辺が、あと2点足らないかと言いますとね、あまりにも悪人すぎて悲しみがちょっと少ないですね。はい。殺し合いですからね。それで理不尽な殺しもございますから、ちょっとどっかで哀愁もしくは悲しみがあればよかったんですけどね。まあそういうのもね、ない方がいいかな、スカッとしてね。どんな話かと言いますとですね、韓国はですね、あれですかね、日本よりね、犯罪国家なんでしょうか、大きな取り上げ方をしているのに、連続殺人というのがございます。それもね、意味のない、サイコパスな、殺人事件というのが結構あるんですかね。日本よりもね、これが本当にあるんでしたらね、めちゃくちゃ多いような気がします。で、はじめにね、これは実話に基づいておりますとかね、反対にあまりにも近かったら実話とは関係ありませんとかね、どっちか入れるわけですよ。はい、でそういうね、表記がね、大変多ございます。だから私のね、韓流映画の中でこれはベストワンやなと思ってるね、100点中100点みたいなね、殺人の追憶という映画なんですけどもね、この映画はもう実に素晴らしい謎解きあり、サスペンスですね。ほんで主演の人がですね、この前のアメリカで有名になりました、半地下家族、のお父さん役をやりました、あの方ですね、名前忘れました、すいません、パラサイト家族のね、お父さん役、なかなか演技うまいんですよ。でその人が道の側溝の土管みたいなとこを覗いているというとこから話が始まるというね、ものすごい思わせぶりな始めがございまして、素晴らしい展開を見せる殺人の追憶というね、映画がございます。これもね、連続殺人を取り上げたもので、で去年でしたか一昨年でしたか、殺人者の記憶術というね、あれも名作でしたね。殺人者がね、アウトハイマー病になってしまうという、で、ね、自分が誰やったかも分からんねんけど、とりあえずね、殺人はちょっと今してなくて休んでんねんけど、動物病院の方でね、当たってしまうんです。当たってしまうと職業はね、儲かってしまうんですね。でなかなかいい暮らしをしてるんですけど、で自分がそういう人やったかどうかというのがね、あんま記録がね、わからなってきてたら、で一人娘がいてるんですけども、この一人娘がですね、現在のその今の連続殺人に
の犯人に狙われると。だから自分はね、もともと連続殺人犯やったから、その手口とかそういうのが分かってしまうというのは面白いお話でございます。でね、もう時間なくなってきましたけど、早く言いますけれども、今回のやつは、ヤクザの大親分と、連続殺人犯のサイコパスな犯人と刑事と、この3人が入り乱れて、で、意味もなく、誰でもいいからという形で行き当たりばったりで、犯行を続ける殺人鬼ですね。だから誰でもいいんです、はい、男女関係なく。でこのそれでこの強いね、ヤクザの親分にも仕掛けてしまうと。だからさすがヤクザの親分強いんですね。生き残ってそいつを探し出せって、警察なんか生ぬるいっていうね、俺が殺してやる、警察よりも先に探し出せというマ・ドンスク親分の大活躍を描いた映画でございます。この映画ね、何がね、当たりかと言いますと、この主演のマ・ドンスクです。今までもね、何回かこの人のやつを見ましたけど、その中で群を抜いて今回はいいです。新幹線のマ・ドンスクもいいですけどもね、今回はね、悪い役にね、ハマりにはまって、まあ強い、ちょっとやそっとじゃやられないというね、マッドンスクですからね、それがね、ぴったりのハマり役で、見ててねスカッとします。はい、もうね、男っぽいアクションものを、ご希望の方はぜひぜひこの映画を見てください。もう湿ったらしいね、そういうラブラブなとこはね一切出ません。はい、もう見てて照れるような場面一切ありません。はい、もうどつき合い殺し合いでございます。でそこら辺のところはね、日本よりね激しいですね、描写が激しいし、容赦もございません。はい、だからもう日本は今何でも、もう気ぃ使ってね、期限もこじんまりしていく文化になっております。まあそんなことを思いながら、今日はこの辺で、ではまた。